じゃんじゃかじゃーん。はーい、絶好調の荒木です。皆様聞いていただけましたか、この川のせせらぎ、お水の音色ね、めちゃくちゃ癒されますよね。いやー、本当に私ここ最近もうね、このね、川の流れのこの川のせせらぎが聞こえてくると、この耳を傾けてね、この音色を楽しむようになりました。 おじちゃんはね、でね、また素敵な川のこの流れと音色、そしてね、このゴツゴツとしたこの岩肌のね、このロケーションが何かも綺麗だなと思いながらね、私今こうカメラを回し出したんですけどもね、いや見て見て、このなんかすごく良くない雰囲気がねえ、すごいな。でもどう、この川底ですけどもね、まあ何かの岩とね、人工的に作られた岩じゃないですけどもね、でもなんかこの魅力的ってもないですけども、なんかすごいなと思ってね、この自然が作り上げたこの自然の神秘っていうのかな。はい、でね、もうね、ちょっと待ってよ、お水触ってみようか。うわっ、むちゃくちゃ冷てえ。やっぱ山めちゃ冷てえな。でね、透明度も高く、すごく透き通ったお水でね、いやー、これ飲んだら美味しいでしょうね。いやー、マジでもうね、すごくいいから。で、このほら、木々からね、漏れたこのね、太陽の光、木漏れ日が当たるこの川のね、また水のこのきらめきなんかもめちゃくちゃ綺麗。もうこれで見てるだけで癒されます。ねえ。ということで私今ね、大分県日田市に来ておりまして、まあ日田の山奥にね、今ね、向かっている最中で、で、その目的地っていうのがね、ここ大分県日田市でね、おんた焼きっていう、まあ焼き物、コップやお皿を焼いてるね、なんかね、ブラックがあるそうでございまして、まあそちらで向かっておりましたんでね、そのもう近くにありますね、道の駅みたいな感じのところ。はい、今私この階段、最後ピョーンと飛び降りてね、ここを今、はい、突っ立ってね、おりますけどもね、そのね、目的地に向かう最中にね、ちょっとね、この道の駅風な感じ、登れるかな？よくないしょ。よいしょ。いやー、おいちゃん、登れた。はい、登れました。じゃあちょっと、上まで上がっていこうか。うわ。でね、復旧工事がやっぱね、線状降水帯というか、まあね、ここ最近ですけどもね、水めちゃくちゃ大雨が降りまして、まあ、その影響からか、やっぱりね、ゴツゴツ持っていかれております。川底なんかもなんかね、はい。いやー、でも今日青空が広がっておりまして、めちゃくちゃ天気がいいです。いやー、でもね、ほんと、素敵なこの川の流れ、どうでした？いかがでした？皆様。ねえ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、息です。はい、でね、あともうね、この場所からね、その温帯焼きの場所までがね、もう約車で走行しまして、5分程度でね、到着できます。で、はい、階段の上に、はい、私のボロ車が、ね、でーんと出ね、見て、ほら、なんか助手席に乗っておりません？ねえ、助手席に乗っておりますね。よいしょ、よいしょ。で、こちらがね、広々とした駐車場ございますけども、小野民芸村、こと といの里というところでございます。ね、横は、すぐ横はちょっとトイレがございましてね、お食事どころなんかもね、ありましたけども。はい、ではね、この車に乗っかっております。なんかそう、誰やったら、皆様にご挨拶や。はい、と、うん、はい、いうことで、はい、誰ね、じゃ、誰やったんだ、誰やったじゃ、何やったな、いつもいいよな、いつもいいよ、何やったね、何やったかな
なんていう登場やったね。あ、ほら、まっとうばよ、まあ、皆様が。じゃ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 や、中野も。なんて言ったね、いつも。なんて言ってたんや。あ、じゃんじゃかじゃんやろ。あ、そうそうそう。ね、思い出したや。思い出した。忘れとりました。じゃあ、すいません、ちょっともう一度。はい。じゃんじゃかちゃんの母ちゃんです。はい、そうでございます。じゃんじゃかちゃんの母ちゃんがね、今車で待っておりましたけどもね、そう、今ね、二人でね、その釜元ね、釜元行きよう ね、 温田焼きのね、初で、ね、初観光やな。で、またこの温田焼きもね、ちょっと皆様に見ていただこうかなと思っております。そしてね、実は私たち二人もね、今回初めて伺うんですけどもね、うん、でね、そのね、お皿のデザインがね、特徴的で、あの、小石原焼きっていうのが、まあ、結構有名だと思いますけどもね、その、小石原焼きとの、まあ、兄弟かな、なんかね、つながりがある窯元なんだそうでございますよ。はい。また詳しい内容と、ちょっとまたね、その、温帯焼きに到着しないとちょっとわかりませんけども、っていうかね、お前調べとけってでしょ。ねえ、調べるのが不得意で。ね、もう突然行ってこうぶらり散策するのが大好きでね、もうそのままを皆様にお届けさせていただいておりますけどもね。よし、母ちゃん、よし、たくさん食べた、よし。じゃあちょっと今からね、その温帯焼きに向かいますので、はい、ということで、絶好調のアラッキーと、はい、絶好調の母ちゃんです。はい、ということでね、今から行ってきます。はい、もう間もなくこちらからね、車走行約5分で到着いたしますので、ではまたねー。